さっき言った完成されたお庭だともう壊さなきゃいけなくなっちゃう、うん、で、はい、どうも、宮です。今日ですね、簡単に目隠しできる自宅アイテムを5選紹介っていうテーマでお話しします。ちなみにあと DIY しやすい家作りもねできたらなと思うんですけれども、まあ今日の動画はですね、めちゃめちゃ有益なんですけれども、ここディープインパクト並みのスピードでねやっていきますので、まあ皆さん振り落とされないでついてきてください。はい、じゃあ行こうか。はい、早いですじゃあ家族、目隠しできるアイテムって何かイメージつく？はい、自分の身長を狭く、ちっちゃくする。ちょっと なんかいろいろおかしいけど、はい、まあ、目隠しできる自宅のアイテムだから、はい、植物とか目隠しフェンスとか、はい、まあ、そういったものかな、はい、アイテムと。まずでも分かりやすい例ってフェンスですよね。まあ、フェンス、そうだね、はい、他にある？他にまあないか、そこはないですよ。まあ、他に僕よく言うのは植物とかね。おー、たまに言うじゃん、それ。植物とかも目隠しできますよみたいな。あ、はいはい、目隠しとか植物とか、まあ、はい、この辺を用いてもらえばいいのかなと思うんだけど、はい、で結構こういろんなアイテムがあって目隠しできるんだけれども、はい、まあ、DIY できる、皆さんでもできる簡単なアイテムでお話できたらなと思うんですよ。本当ですか？そう、本当に本当ですか？もうさ、いつもさ、目隠しペンスやなんやるとお金かかるじゃん。かかります、はい、でもさ、 DIY とかで使えそうなものの方が、はい、皆さん自分でもできるし、ホームセンターで売ってるんで安く済むんで、コスパもいいはずなのよ、うん、はい、もうだっていつもさ、何十万、50万、60万、100万とかじゃん。本当ですね。ホームセンターのものだと数千円で買えたりするし、はい、ネットだと何なら数百円のものあったりするんでね、はい、まあ、そういった DIY とかコスパ重視のものでお話していこうかなと思います。ではね、まず簡単に目隠しできるコスパのいいアイテム5選のうち、まず1つ目がシェードです。シェードって何ですか？はい、シェードって何って言うと布みたいなやつ。全然わかんないですちょっと待てよちょっと待ってキムタクみたいなシェードはでもサンプルねえな。シェード全然今の話は多分思いつかないかもしれないです。画像入れないとマジだ。シェードないな。いや、まあ、画像入れてもらいましょう。はい、はい、ということでね、なんか見せれそうなものもなかったんでね、ちょっと画像差し込みましょうか。はい、はい、シェードこんな感じです、はい、布ですね。布ですね、分かりやすく言うと、うん、布があるんですけど、はい、まあ、これ家の窓だとしましょうか、はい、でこれをシェードをこうかぶせて、ここで日陰を作ってあげるみたいな、はい、イメージ。なるほど、なんかカフェにあるやつですね。そうオーニングとかもまあいろいろあるけど、シェード、はい、これね、外交で買うと、はい、大体10万ぐらいするんですよ。高っ。え、布だけですか？そう高いっすね。でネットで買うとね、8000円ぐらい。うわ、業者にぼったくられてますわぼったくりっていうか、まあ素材が違うんだけどね、結論。あ、そうなんですね。結構麻の素材でしっかりしてるんだけど、はい、まあ、でもネットのやつでもしっかりしてるからね、まあもう正直その辺はね、大体もう自分で買ってって言っちゃってますね、ぶっちゃけ、うん、はい、もうめんどくさそうな人とかには提案してそのまま行っちゃいますけど、うん、まあ、基本、はい、まあ、自分で買った方が安くなりますよっていうお話はさせてもらうんで、まあ、ネットで買う人も多いかなって感じ、はい、ああ、うん、いや8000円と10万全然違うくないですか？全然違う、うん、まあ素材が違うからね、ぼったくりとかじゃなくて、さっきの話、はい、本当ですか？まあ、シェードはだから自分で買うのもおすすめですよってこと、はい、で DIY でもよくやるから、皆さん自分でキャタス乗ってつけてみたいな、フックとかに、はい、フックにつけて下に重りを置いて、はい、シェードを斜めにして作ってあげるとか。え、超余裕じゃないですか。まあ、余裕、まあ、フックさえあれば余裕、はい、余裕っすよね。だから DIY 全然いいんじゃないっていう感じですね。うわ、これ知らないともったいないですね。結構後悔する人も多いかもしれないから、はい、まあまあまあ覚えておいて損はないかなっていう感じですね。2戦目、置くだけのフェンス。置けるんですか、フェンス？いや、フェンス置けない。え、なんすか？どうですか？フェンス置けないから、はい、いつも僕ら柱を埋めてモルタルコンクリート固めたりして強度出すんだけれども、はいはい、やっぱ業務用の普通の一般的なアルミのフェンスっていうのはそういう施工方法で、やっぱり10万、20万、30万とか普通に何十万単位でいっちゃう。今回の話、あくまで DIY とか自分でできるっていうテーマなんで、はい、そういった時の用途って何かっていうと、やっぱり子供が脱走しないとか、はい、ワンちゃんと猫ちゃんのための脱走防止、ドッグラン風にしたいとか、うん、そういったことだと思うので、まあ、簡単に置くだけで臨機応変につけれる緊急用のものでもいいのかなっていう感じなんで、うん、まあ、置くだけのフェンス、ラティスとかのイメージ。ラティス、そう、木のね、置くだけのフェンスが売ってるのよ、ホームセンターで。あー、もうほんと置くだけ、もう重りも何もないから軽いのよ、はい、
軽くて置くんだけど倒れちゃうから足元にちょっとブロックとか重しを置いて固定するみたいな、臨時的に。そういったものだと本当さっきのアルミのフェンスとか僕がいつもお話しするようなものだと30万40万が当たり前なんだけど、ホームセンターで売ってるやつだと 2,3 千円とか数千円では済むから、ぶっちゃけそこまでしっかり作らんでも、はい、緊急の時だけちょっと使いたい置きますぐらいだったら、はい、そういったラティスとかをネットとかホームセンターで買ってもらった方が安いかなと思いますね。確かに、なんか簡易的にドッグラン作る時とかそっちでいい。そうそう、それ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 。だからあの家の周りの通路だけちょっと塞ぎたいぐらいだったら、はい、わざわざ業者でお願いして、まあ、何万かけるぐらいだったらラティスとか置いてもいいかなと思いますね。まあ、ただここはあのもうこだわりたいとかおしゃれにしたいっていう方だったらちゃんとやってもらった方がいいですけど、うん、はい、もうお金をとにかく抑えて DIY 系がいいっていう方であればもうそれがおすすめ。3戦目、植物ですね。植物で目隠しできるんですか？はい、あ、目隠しできるよ。本当ですか？だって枯葉になっちゃったら、枯葉になったらダメだね。枯葉にならんやつを入れる。例えば常緑樹とか。常緑樹って何なんですか？はい、常緑樹、落葉樹ってあって、落葉樹ってのが冬になると葉っぱが落ちる、はい、常緑樹ってのは年中葉っぱがついてる、樹木。そういうのがあるんですね。そう、種類があって、はい、そのカテゴリーですね。落葉後上陸で上陸の方を入れてあげると目隠しできるんで、はい、まあ、これ使ってもらえばいいかなと思います。おー、なんか具体的にありますか？あるよあるよ。大きい木のサンプルないんから、まあ、ちょっと、はい、例えばこれ目隠しできんけどね。全然隠れてないですけど。まあ小さいやつ、ちょっと DIY の話をすると、大きい木だと、はい、さっきだちょっとサンプルないんですけど、自分で植えたりもらうのは難しかったりすると思うんで、はい、まあ、そこは業者に依頼して植えてもらうのもあり、はいはい、ただ低木とかをこれ趣味の管轄で花壇とか地植えしたい方であれば、こういったちっちゃいプランターみたいなの買って、うん、自分で植えてもらうのはありかなと思いますね。あ、それを植えて簡易的に目隠しをできるってことですか？ちょっと目隠し忘れてもらって、はい、まあ、これは趣味の範囲で、はい、植物を植えたいっていう話であれば、はい、自分でプランターとか買うのはあり。あ、なるほど。で自分でやろうと思ったら植えたり植え付けて難しいじゃん。結構難しくない？めんどいっす。めんどくさいよね、はい、だったらもうホームセンターとかで買ってある植木鉢ごと買って植木鉢ごと置いとくっていうのはあり。なるほど。そう、これもね、植木屋さんに依頼すると、うん、3万4万1本かかるのよ。植え付けとか入れちゃうとね。高いっすね。消費内で 2,3 万と、はい、植え付け1万とかで考えるとやっぱ 3,4 万ぐらいいっちゃう、うん、でもホームセンターで8,000、9,000で売ってたりもするから、はい、それをね、ただ自分でやると当然穴掘ったりしなきゃいけなくて大変だから、うん、自分で買ってそのまま植木鉢ごと置いとくっていうのもある。穴掘って埋めるだけで1万高いですね。そういうもんよ、人件費って。人件費。で、あのプランター丸見えだとかっこ悪いっていう人もいるから、であればホームセンターとかネットでもこれもあるんだけど、プランターカバーみたいなのあるんだよ。カバー、そう、植木鉢ってかっこいいものあんまないじゃん、はい、だから植木鉢をさらにカバーする植木鉢があって、おそのおしゃれな箱に植木鉢ごと入れてあげるみたいな。 AT フィールド的な感じですかね。分からんそれ、エヴァだっけ？エヴァゲリオンっすよ。そうなの、おしゃれなのそれ。おしゃれじゃないです。かっこいいです。かっこいいんだ。まあということでね、あのかっこよくなるらしいんですけど、その AT フィールドだっけ、はい、はい、みたいな形の植木鉢を作ってもらってもいいのかなと思います。OK です。逆にいいっすか今の。分かんない。絶対おかしいけど。4戦目、物置ですね。お、これも目隠しできるんですかね。できます。どういう風にやればいいんですかね。いや、物置って目隠しどういうことかというと、はい、物置自体が結構存在感あるよねっていう話です。はい、うん、はい、やっぱ高さが 2m とかって、はい、奥幅も 2m 近くあったりすると、はい、それだけであの目隠しになっちゃうんで、うん、もう物置でそもそも物を入れたいために買うんだけど、目隠しも牽引をさせるっていうやり方です、はい、だからこれ存在自体が目隠しになるんで、うん、ちゃんと目隠ししたい場所にあえて置くっていうのもコツだよっていうところですね。で、まあ稲葉さん、淀光さんっていう物置が一般的でよく使うんですけれども、それ使ってもらってももちろんいいし、はい、ただちょっとアレンジしておしゃれな物置、例えば、うん、カンナ物置とか、はい、まあ、メタルシェットとかいろいろおしゃれ物置あるんですけど、うん、それで物置にしてあげて、ちょっとデザインの演出をしつつ目隠しに使ってもらうのもありかなと思います。あ、自分で置くこととかできるんですかね。あ、でも、ね、できるよ。え、できるんですか。簡単ではないかもしれないんだけど、はい、一応稲葉さんとかヨドコースのたちだと自分で一応できますよっていうスタイルで売ってはいる。だからちょっと工具とか得意な人だったら全然自分でやってるよ。あー、ホームセンターとか買って、はいはい、日頃からなんかこう作業とかやってる、うん、おじいちゃんとか。あ、全然やってるやってる。
できるんだ。やってる人もいるよ。本当ですか。まあでもその全く普段工具とか触んないですよっていう方だと、はい、やらなくはないけど時間はかかっちゃうからね。でも実際に見たこともあるし、そういうの聞いたこともあるから、はい、できる範疇だと思う。あ、そうなんですか。そう、難しいなんか切ったりがなくて、はい、金具を一個一個はめていくぐらい、ちょっと大変な家具みたいなイメージ。はい、あー、なるほど。そう、ネットで買うと結構バラバラの家具とかいっぱい売ってるじゃん、はい、あれのもうちょっとあの大きいぐらいのサイズ感っていうだけだから、はい、全部ネジをこう回していくようなイメージ、ボルトとかを止めていく、はいはい、そんな感じなんで割と簡単ではある。あ、そうなんですね、うん、じゃあ DIY 好きのお父さんとかなら持ってこいって感じですね。てか普通にやってる、本当に。うん、だからそれはありかなと思いますね。これ一個盲点だと思うんですよ、はいはい、これ僕思うんですよ、勉強してたから、うん、固定資産税かかんじゃないですか、これ。そうなんですよね、かかりますよね。いや、物置ぶっちゃけグレーです。お、グレーなんですか。グレー、あの固定資産税がかかる話でいうと、屋根があって、はいはい、壁が囲われてる、はい、しっかりとした基礎があるっていうところなんですよ。あ、なるほど。物置は基礎がね、しっかりはしてない、はい、あ、なるほど、っていう部分で、はい、要はブロックの上に乗っかってるだけなんですよ、はいはい、だから一応該当しないっちゃしないけど、はい、ちょっとぶっちゃけグレーなところある。あ、そうなんですか。あとはサイズ、極端に大きいガレージぐらいのサイズだったら、うん、多分言われたりするかもしれない、まあ、そうなったら多分基礎もしっかりしなきゃいけないから、はい、ただガレージは基礎もしっかりしてて、うん、壁も囲われて屋根があるから外交だとガレージはかかりますっていう話なんだけど、物置はさっき言った話、うん、基礎がちょっとしっかりしてないかなっていうところで正直言われはしない。はいはい、はい、これを教えてあげないと視聴者さんが、まあたまに迷う人いるかもしれないよね、うん、だから物置は大丈夫なんでね、そこは安心してほしいなと思います。5戦目、すだれ。すだれって何ですか。これすだれは難しいな。これこそね、外交であんま売ってない、まあ売ってなくはないんだけど、うん、ほぼ売ってないですと思ってもらっていいですか。売ってないですか。めちゃめちゃさりげなくなってる。高橋さんに一部あるんですけど、はい、あんま出ないんでね。すだれって結構和風の家とかで人気だよね。昔の古民家でよく使ってたんだけど、うん、廊下とかでこう目隠してこう上から垂らすみたいな、はいはい、まあ、ぶっちゃけ今時の家というよりは昔の家、はい、でなおかつ和風の家に多かった、うん、はいはいはい、すだれだね。じゃあ時代遅れですか。時代遅れだねまあ今あんま使わないけど、でも和風の家合うんで、はい、それこそ僕ん家みたいなのが全然合うかなと思う。で上からこう垂らして目隠し、まあなんで外につけるちょっとカーテンみたいな感じだね、軒下とかで、はい、うんうん、だからこれはまあありかなとは思うけど、ですだれこそホームセンターやネットで売ってる、はい、しか売ってないと言っても過言じゃないんで、もうそこで数千で安いの買ってもらって全然つけてもらってもいいのかなと思う。あ、なんか夏の風鈴みたいな感じ。あ、でも近いよね。そう、すだれがあって風鈴があるみたいなイメージあるから。本当和風ですね。そう、和風、和風だから今時の家であんま見たことはない。それこそおじいちゃんおばあちゃんの家でよく見るかなっていう感じ、はい。でね、今までは目隠しもしやすい自分でもできる DIY 的な話をさせてもらったんですけど、今度はね、お庭とか家の観点でも話してきたらなと思うんで、うん、もう少しちょっと具体的にですね、 DIY って結構いろいろやると思うんですよ、うん、花壇とか自分で作ったりとか、はい、まあちょっと上級者向けだとウッドデッキ自分で作ったりとかいろいろあるじゃん、はい。で今回言いたいのが、コンクリートとかも完成されたお庭とかを作っちゃってると、その後なかなか手つけづらいよねっていう話、うん、例えば僕もさ、はい、さっきの話、自分家ウッドデッキでちょっと後悔してるんだけど、はい、ウッドデッキ完成されてます、うん、その後何かしようと思っても一回壊さなきゃいけないじゃん、うんうん、デッキとか壊して処分してみたいな、はい、もったいないよね。100万200万かかってやったらめっちゃもったいないです。そうだから、完成されてないお庭っていうの方が意外と融通は効きやすい、うん、だから住んでからいろいろ結構皆さん変わるんですよ。はいはいはい、まあ、例えば子供が大きくなった時にウッドデッキとかつけてテラスを大きくしてゆっくりするスペースを作る、うん、まあ、例えば小さいお子さんがいる方には遊べる運動場みたいな庭にするみたいな、うんうん、でこれがね、一番何がいいかというと砂、結論砂とかの方が応用は効きやすい。なるほど。そう、さっき言った完成されたお庭だともう壊さなきゃいけなくなっちゃう、うん、で何逆に完成されてないがゆえにいろいろ応用が効くんで、うん、例えば家庭菜園したいなと思ったら一部レンガとか置いて野菜とかね育ててもらって、はい、でその後野菜とか育ててもらったものを食べたりとかいろいろできますよね、うん、でもう嫌だなと、やめたいなと思ったらまた撤去してもらって、じゃあワンちゃん飼ったのでドッグランにしたいということで自分で DIY で人工芝を敷くとか、いろいろ応用が効くのがこの砂かなと思ってます。あ、なるほど、確かに砂もデメリットあるんだけどね。お、例えばやっぱ雑草がめちゃくちゃ入る。あ、なんかイメージありそうですね。そうそう、砂が一番入るんで、うん、そういったところはデメリットなんだけど、うん、メリットで言うと砂は安いっていうのと応用が効くっていうところあるんで、はい、まあ、そこをどう捉えるかなっていうところですね。そうですね。あとはもうその使い方が完結されてる場合、もう自分の中で必ず人工芝でいいやとか、人工芝いいと思ってる方ではいいんだけど、はい、うん、そもそもあやふやで決まってない方だったら
逆にあまり触らず砂とかで終わらせておくのがおすすめかなと思います。あなるほど、まあ、あとは使い分けとかですね、割合とか。あと住んでいくと多分どうせなんか出てくるから。あそうですね、そう、いやうちめちゃくちゃ物あるから、はい、物置いっぱい欲しいやとか言ったら物置いっぱい置けばいいし、うん、まあ、よく庭でなんだかこう過ごすこと多いね、だったらもうウッドデッキ作っちゃおうかとか、うん、いろんな住みながらどんどん増えていくと思うんで、うん、まあ、一旦砂にしておいて将来的にね住んだ後から変えていけばいいのかなと思いますので、もしまだ計画書の段階であやふやで決まってないのであれば一旦砂ってもあり選択肢に覚えてほしいかなと思います。あともう一個あるのが植物。これさっきちらっと言っちゃったけどさ、はい、大きい木とかは自分で植えるの大変なんだけど、うん、下草植物系ね、はい、サボテンでも何でもいいんだけど、はい、こういったものだったら、はい、自分で植えなくもないから、うん、スコップとかで花壇とかでね、うん、掘ってもらって植え付けをしてもらう、うん、これホームセンターで数百円で売ってたりするから。おお、安い安い安い、まあ、ネットでも売ってるけどね。もう植物案外ね、ネットで買うよりね自分で見た方がいいかなと思うんで、うん、本当カインズホームでもこうなんでもいいんだけど、はい、ホームセンター行ってもらって好きなやつ苗で売ってるんで、うん、苗とかポットでねポット売りしてるんで、それを数百円で何個か買ってもらって、うん、自分で植えてもらってもいいのかなと思いますね。スコップで本当掘って植えて水あげるぐらいでいいんで。確かにこれだったら奥さん主婦の方とかでもできますね。あできるし、まあ、お子さんと一緒にやってもらってもいいかなと思うし、はいはい、なんなら大きい木でもね抵抗なければ、うん、案外簡単なんでね、うん、掘ってもらって、プロだったら意外に掘った後に肥料入れて植え付けとかいろいろ手順があるんですけど、うん、まあ、ぶっちゃけ植物も意外と強かったりするんで、ホームセンターで売ってるものを掘って、まあ、植えて土戻して水あげても一応成り立つのは成り立つと思うんで、うん、まあ、そういった形でね DIY やってみたい、チャレンジしてみたいって方もね、これ植物からやってみてもいいんじゃないかなと思いますね。あと DIY した方がね、はい、植物とか多分自分で気にすると思うんですよ。おお、あでもそうですね。そう、なんかこう自分が育てた、そう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 、なんか植え付けてもらったらあんま手入れしないというかさ、うん、まあなんかいいかなとか思っちゃったりとか無意識で、はい、やんないかもしれないけど、自分が最初から自分で土掘って、はい、自分で植えたものってやっぱ愛着あったり気にもすると思うから、うん、まあ、水あげる習慣もできるのかなと思うんでね、そのあたりもちょっと意識してもらえると、うん、長持ちするおしゃれな庭作りができるのかなと思いますね。はい、ということでね、今日はね簡単に明確してできる自宅のアイテムについてお話をさせていただきました。一応ね五線と、まあ庭の観点でお話した DIY のお話ね、2つぐらいお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。でね、やっぱりねこう外交で作り込むことも大事なんですけど、意外とやっぱ予算困ってる方も多いなと思いますし、皆さん DIY でできるところであれば DIY でやってもらった方がよりね愛着も湧くし今後に活かせるかなとも思ったんですよ。何かというと全部お願いしたらお金かかっちゃうし、自分でやることによって意外と知識も身についたりとかチャレンジできる幅も広がるんですね。ネットで例えば今までだったらもう注文して終わってたものが IKEA とかで全部組み立てるものを一個一個こなすことによって購入して DIY できる幅が増えるみたいなね、さっきの話で物置もできるようになるみたいな、ちょっとスキルも上がると思うんでね、まあ、こういった全部注文するのもありなんですけど、自分でチャレンジできる枠っていうのもね増やしていただけたら、まあ、皆さんの今後にもつながるかなと思ったので、このあたりもねぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、ね、今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。まあ、この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いしたいんですけれども、あとねコメント欄の方ですね、皆さんのご意見とか、もう少しこういう動画欲しいですか、ご意見あればぜひ教えてほしいですね。これはまた次回の動画の参考にもさせていただきたいと思っております。また概要欄の方に公式 LINE のリンク貼っております。こちら登録していただきますと施工事例集と基礎商品紹介、特選商品とチェックリストと、登録していただいた方限定のオリジナル動画もプレゼントしています。他にもね、同業者の方から結構コメントいただいてまして、いろいろ相談したいよって方が結構いらっしゃるので、まあそういった方専用の同業者ライン作ってありますので、同業者の方はこっち登録してみてください。まあ他にもね、ちょっといろいろね、僕もマーケとかいろいろ教えてるんで、まあ本当、同業者じゃない方でいろいろコンサルじゃないけど、いろいろ知りたい方は、そっち登録してみてください。はい、ということでね、今日はいろいろお話しさせていただきましたので、また次回の動画でお会いしましょう。またね。はい、OK です、はい。ちなみに三輪さん、はい、自分の家は何で目隠ししてるんですか？あ、なんか、フェンス、目隠し、普通の目隠しフェンスの竹垣。竹垣ですか？和風なんでね、竹垣って竹みたいな。はい、偽物の竹、竹。はいはいはい。結構高く設定してるんですか？そう、2メーターぐらいだから。てか、中古だから最初からあったんだけど。あったんですね。あった。なんか、高いことの弊害というか、ない。ないですか？俺は感じ、ね、結構人による。やっぱ高いと防犯がっていう人多いんだよ。はいはいはい、防犯がっていう人多いんだけど、ええやんって思っちゃう。
ええやんって思う。高い方がええやんって思っちゃうんだけど。人によるのかなって感じ。はいはいはい。見えづらいとかそういう感じ。そう、見える方がストレスだけどね。防犯とかどうでもいいやと思っちゃうもん。尖った皆さん。盗まれるもんないもん。何もいいに置いてないから。本当ですか。うん、